ヒメアカネはトンボかアカネ族のトンボの一種。東アジアから極東に広く分布する。成虫は体長28から38ミリメートル、腹長17から26ミリメートル、甲子長20から29ミリメートルで体型はやや細身。国内のアカトンボでは最小の種で和名もそれに由来する。メスは 顔面の非対上部に小さな眉斑を持つ個体と持たない個体とがあるが、オスには眉斑がない。メスの産卵管は長く突き出ている。幼虫は典型的な赤トンボ型のヤゴで、体長は13ミリメートル程度。眉舌かねに似るが、側ゲが短い。成虫は7月上旬頃から丘が始まる。主に平地から低山地にかけての周囲に小立ちのあるような湿地。 工作放棄された水田などで見られる。八丁トンボの生息するような環境で、本種も共に見られることが多い。浮かごも水域から遠く離れることはなく、付近の草原や林園で接触活動を行う。未熟なうちは死ゆとも大食は、高褐色をしている。成熟すると、オスは腹部が石化して顔面は白くなるが、メスは成熟しても、 背面の大色が濃くなる程度である。成熟したオスは水域近くに縄張りを持つようになる。産卵は内水産卵で雌雄が連結したまま行うことが多いが、途中で連結を解いてメスの単独産卵に移行することもある。その場合、オスは上空で停止飛翔をしながらメスの産卵を見守る。周囲の状況に応じ産卵方法を使い分けているようである。 本種は生息環境の変化に敏感で、周囲の樹林で多少の伐採を行っただけであっても姿を消してしまうことがある。人間に対する警戒心も強い。しかし、寒さには比較的強く、遅いところでは12月下旬まで見られることがある。国内の種では、このしめトンボ、眉立てあかね、マイコアカネと起源である。 眉立てあかねよりも一回り小型であり、オスは顔面に眉半がないこと、部袋縁が発達すること、ビブ状付属器の先端の反りが弱いことで区別できる。メスは産卵管の形状で区別できる。また、マイコアカネとはほぼ同じ大きさであるが、胸部側面の反紋がそれぞれ異なっているので区別できる。本種のオスも成熟が進むと顔面が青みを帯びるようになるが、 舞妓あかほど顕著ではない。舞妓あかとは、一種間連結、一種間交尾、三段が観察されることがあり、稀に主観雑誌を生じる。ありがとうございます。